はい、そうしましたらね、パテを盛りたいと思います。パテはこうまだベタベタしてるぐらいのね、ベタつきのあるぐらいの状態でまずはつけます。この状態でもさっさと固定してしまうとですね。指先をつけたら今度は親指ですね。親指は別でねつけたらいいと思います。僕はいつもこうしてます。ほんの少量だけですね、取りまして、こういうふうにのせまして、で、まあ、とりあえず盛り付けましたら、全体のちょっとボリュームなんかを見ながら、いい感じかなと思ったら、もうちょっとだけこの柔らかいうちにね、ある程度形を整えておきます。まあ、この時点でその、指先をあんま作る必要はなくて、なんかそのミトングローブみたいなね、鍋つかみを持ってるような感じで造形しておくと、後で、ある程度きちっと作り込める感じになると思うんで、こんなもんで結構いけますね。はい、面相筆ですね、ナイロン系の、比較的コシの強いオレンジ色の筆ですね、でやるんですけれども、水をつけましてですね、この表面をこう撫でるんですね。あんまり強くグッとやると形が変わってしまうので、少し軽めに、ちょっと何回もこうしながらペタペタとこうなだらかにしてあります。これをずっとやると表面の細かい凸凹が消えるんですね。爪楊枝の、木目といいますかね、毛羽立ちみたいなのが消えて綺麗になってくれるので、後処理をあんまりしなくて済むようになります。こうやって綺麗になだらかにしていきます。これ柔らかいうちにね、やります。柔らかくてまだこの筆のね、腰ですね、腰でパテを伸ばしていくぐらいのイメージでやってます。爪楊枝とかではね、押し込みきれないところにこうグッと押し込めるので、綺麗に馴染んでくれます。ちなみにこれラッカーシンナーでやると全部溶けちゃいますんで、水でやるのがいいです。ラッカーシンナーは最後の最後にちょっとやったらいい感じになってくれます。これであとは2時間ぐらいね待ちます。